列と大盛りをくださいまして誠にありがとうございます。本日終点の津軽五所川原駅までお供させていただきます。津軽半島観光船団の成田と申します。こちらの列車に乗りまして津軽半島の各地域のご紹介や沿線のご案内などをしているものでございます。これからこの配置使いまして終点津軽五所川原駅までですね、窓の外の景色のご紹介などをしながら行きたいと思いますので、よろしければお耳をね皆さん貸していただければと思います。さて、そして今日はこちら、ゲストがいらっしゃっておりますよ。皆さんわかるでしょうか。実はですね、スマップの香取慎吾さんが絵を描きました列車が今次着きます。駅の前のところに止まっているんです。それでは火星駅到着になります。一応ね、皆さん見たらね、前の方ですね、正面に顔を描かれた列車止まってるのが見えておりましたね。いや、今もう一回進み始めたらもうちょっとよく見えてきます。耳斜め前の方に見えてくる列車、スマップの香取慎吾さんが描いた列車なんですよ。ちなみにね、この顔がこっち側の正面に描いておりますが、この顔はねぶたをイメージして香取さん描いてくれた顔らしいんです。でその顔の反対の正面の方、後ろの方の正面の方に慎吾ってひらがなで彼の名前がね大きく書いてありますので、ぜひちょっと通り過ぎるとき振り返って確認してみてください。あ、見えてきましたでしょうか。二度目の皆さん、こちらですよ。名前確認できましたでしょうか。慎吾って書いてありましたよ。まあ、ご覧の通り今見えた列車、結構ね年代もの年季の入ったものになっております。それもそのはず、絵を描いたのはもう17、8年ぐらい前のことになります。テレビのスマップ、スマップの企画で香取さんこちらにやってきましてね、地元の小学生の皆さんと一緒にあの列車に絵を描いていきました。で当時はお客さんも乗せて走っていたりしたんですけれども、今、古くなりまして、あそこの火星駅の前に飾っておいてあります。できるので
物と切れなくなったね、保存しておきたいところだったんですけれども、やっぱり絵の上でね、著作権とかがあるらしく、あの絵勝手にね塗り直したらいいっていう題みたいなんですよね。本人の許可が取れればいいんですが、ちょっとさすがに人気者すぎて、連絡取るというわけにもいかないので、今もあの列車あの姿のままで火星機の前に飾っております。そして今の火星ですね、実は歌手つながりというわけでもないんですが、とある男性歌手の方の出身地でもあります。シンガーソングライター、自分で作った歌を自分で歌ってる人ですね。この当たりのことの歌もたくさん作っているんです。例えば歌っている歌、この津軽鉄道が走っている津軽平野というお歌を歌っているあの人、またこの辺り冬になれば雪がねかなり激しく吹雪がいまして、真っ白い雪の世界になるんですが、雪国を歌っているあの人の出身地なんです。実は今の火星っていうところ、吉井久蔵さんの生まれた場所なんですね。なのでまあ歌でね、テレビもね、ラジオもねと、車もそれほど走ってねと言ってあったのが、あの場所、あの辺りになるわけですね。まあ、彼はあの歌、子供の時のことを歌の歌詞にしたらしいので、発売当時はもっといろんなものがあったらしいですけれどもね、雑感とか大げさにね。で、窓からは見えないんですが、吉さんのお家もあの辺りに立っているんです。真っ白い大豪邸なので白亜の豪邸とかね、ホワイトハウスなんて呼ばれておりまして、彼曰く、あまりの白さを着たり冬吹雪になればどこに家があるかわからなくなるぐらいだそうですね。また次の駅です。次の駅ビッシャモン、ビッシャモン駅になっております。堀口進行方向右回りです。運賃乗車券は堀口で機関士へお渡しください。さてこちらビッシャモン駅右手側の建物になっております。沿線の中でこれ新しめの駅になっております。地元のボランティアの方もですね、2年ぐらい前に改装してくださいましてね、あのなかなかこれおしゃれな建物になっておりますよ。でここのビシャモン駅、後ろの方にこう木がたくさん生えておりますよね。これ鉄道林と呼ばれております。ちょっと看板も立っておりますけども、鉄道林、何のことかと言いますと、この木は雪よけ風よけのために植えられている木になります。先ほどもはちょっと言いましたけれども、この辺り冬は大変吹雪が激しいところなんです。風強く雪が吹きつけるところなんですけれども、まあ、その雪風から線路と駅と守るためにね、葉のように木が、あそこには黒松の木1500本、植えてありまして、ね、あの木のおかげでね、駅とあの周辺が守られているわけですね。またこう今まで通ってきたところ結構こう木がありましたけども、この木やっぱり全体的に雪よけ風よけの役目になってまして、この周辺は、津軽鉄道が走っているのほとんど田んぼの中の道なんですが、この辺りだけは、周りにちょっとだけリンゴの木もちょこちょこと見えてきておりますよ。そんな木の中のトンネルのような道をずっと走ってきましたが、この辺りからまた視界が開けてきまして、平野の田んぼの中の道に戻っていきます。ちょうど今稲がいい色になっておりますね。稲刈りも始まっておりまして、もうそろそろこの秋の景色も見納めとなってくることだと思います。作っているお米はですね、津軽ロマンという県産米を作っているところが主だそうですね。そしてこの広い平野、今日本地図で見ますと右手側の方ですね、日本海があるんですよ。でその日本海の風がこの平野と
いお家とかね、吹き渡って大きな風よけ、雪よけなんていうものがないまま吹き渡ってくるので、この辺は冬吹雪が激しいところとなっております。ただ平野だからこそ綺麗に見えるものが右斜め前のところにあります大山ですよ。今日はちょっと上の方隠れてしまっているんですけれどもね、見えているこのお山が岩木山というお山になります。お岩木山なんて風にも呼ばれておりますね。高さ自体はそんなに高くもないんです。1625メートル。ただ、この部屋の中にドンと一つありましてね、他に高い山とかビルとかがないところにありますので、裾野まで綺麗に見える。この三角形の形が富士山に似ているということで、津軽富士なんていう風にも呼ばれているお山になっております。それではまた次の駅ですね、津軽いずめでございます。折口新興本校の左前です。運賃乗車券は折口で機関紙へお渡しください。いずめ駅左手側を見えております。このピンク色の壁に青い屋根の建物になります。駅より結構これしっかりした建物ですよね。今の無人の駅なんですが、もともとここの駅は人がいた有人駅で、そして列車のすれ違いなど行われていた駅でした。その名残でね、左手側ホーム挟んだ向こうの方に線路があるのがちょっと見えているかと思います。今ちょっとした屋根みたいなトンネルみたいなものを通っていくんです。これスノーシェイドって言うんですがね、この下のところに列車の線路のところですね、切り替えのポイントがあるんです。こちらのこれスノーシェイドって言います。その切り替えのポイントが雪で埋まってしまわないようにああいう屋根をかけておりましてね、これなかなか雪国にしかない古いものだそうなので、珍しいものだみたいですよ。次に向かっている駅、五能港前と言います。五能港略さないで言いますと五所川原農林高校というんです。今後ろの方に来ております。学生の皆さんの通っている学校の駅ですね。で学校の、ね、建物がどこにあるかと言いますと、左斜め前の方、木の隙間からですね、赤茶色っぽいレンガ色っぽい建物が少しだけ覗いているのがわかるでしょうか。ちょっと見にくいんですけども、少しだけ大きい建物を見えてますかね。あそこが学校の校舎になっております。さて五能港前、折口新興本校の左前になっております。今皆さんこれ長い道を歩いて帰るわけですね。今頃ね、
季節からね、まだ歩きやすくていいんですがね、冬はすごく大変ですよ。幼稚園生徒さんたち、顔を真っ赤にして、コンペットの陰でやってきます。それ、電車自体もね、1時間に1本ぐらいしかないので、人を逃すと大変です。よく走ってくる子たちを目撃します。そしてね、15分ぐらいかかると言いましたが、なんでそんなに学校の校舎まで遠いかと言いますと、実は敷地面積がですね、全国で2番目に広い学校となっております。ちなみに、まあ、1位は北海道にある高校らしいんですけれどもね。でここの学校はその広い2番目に広い敷地を使いまして、お米を作ったり野菜を作ったり、今販売してましたね、野菜を作ったり、あとは、まあ、動物も育てたりしているそうです。作ったものは、このように、そのまま販売したり、加工してジャムとかもありましたよね。地元の企業と協力してお酒とかとお菓子とかも作ったりしておりますし、曜日によってはこのように、ね、販売実習で列車に乗ってくることもあります。さて、そしてこの子前過ぎますと、だんだんまた田んぼだらけだった景色がちょっとずつ変わってきまして、お家がどんどんと大きくなってきました。あ、稲刈りもだいぶ進んでおりますね。町の中に近づいてきております。次に向かっている駅が、戸川という駅になります。今右手側の方に見えてきますよ。ここの駅は沿線の中でも特に一番小さくて可愛らしい駅だと評判の建物になっております。では戸川駅、折口進行方向の右側になります。運賃乗車券折口で帰還してお渡しください。さて、右手側ピンクの壁に青いとんがり帽子の建物が見えておりますでしょうか。各車両に虫缶は2つ乗っておりまして、1つがここ前の方の運転席の上のところ、1度目の皆さんも運転席の上に虫缶を乗ってるの見えてますでしょうか。そしてもう1つが後ろの本棚の真ん中のところですね、鈴虫の虫缶が乗っております。それでは五所川原駅到着になりますね。本日は室外鉄道ご利用くださいまして誠にありがとうございました。皆様のまたのお越しをこれよりお待ちしております。